12月9日の放送が終わりました。福田アナウンサーとは初めてのコンビでお送りしましたけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかね、どんな展開になるんだろうとかなりドキドキワクワクはあんまなかったんですけど、不安の方が大きかったんですよね。私はもう楽しみでしょうがなかったですよ、はい、私はね、今回の放送の中で一つね、何としても皆さんに報告しておきたかったことはしっかりと伝えられたので、はい、まあそれだけはやりきったなと。せっかくですから、まだ続いてますから、ドクター X。 いやー、ドクター X すごかったですね、はい、もうね、念願のギョイっていうのをね、ドラマに出たわけですよね、岸さんも。そうなんですよ。第8話11月の30日に放送されましたけれども、はい、私も、ね、ドクターになりまして、白衣姿で、あっち決まってましたね。社内ではあのドクターに見えなかったと、研究生じゃないか研修生でもない、研究生じゃないかと、どういうスタンスなんだっていうふうに言われましたけれども。なるほど。ただね、やっぱりね、米倉さんはじめ陣内さんもいらっしゃいましたし、はい、遠藤憲一さんもいらっしゃいました。やっぱ皆さんね、オーラが違います。どんな風に違うんですか？もうね、空気が本番ですよーいってなった瞬間に、はい、ビーンと空気が張り詰めるんですよ。ただその中で私はもう、あれ、ギョイっていうのは多分ね10回以上言ってるんですけど、そのうちの1回が放送されてるんですが、あのドラマの撮影って、まあ、ワンシーンワンシーンって1回あたり 何回ぐらい撮り直しするんですか？どうなんでしょう。あの、私はあの会議室のシーンしか出てないですけど、はい、あれだけでも3時間かかってますからね。およそその一瞬の出来事のために。そうだから、もう本当いろんな角度から撮るんで、はい、少しずつのカット割りですよね。ちょっと撮っては止めて、またいろんな角度から撮るという、ね。私も菊池さんの左側の顔、右側の顔、例えばね、後ろの正面みたいな感じ。そういうことです。ああ、なるほどですね。いやいやいや、本当すごかったですよ。初めてね、経験しましたけれどもね。いやー、本当にいい経験をさせていただきまして、はい、まあ私もね、これで役者デビューということを、ね。いいなぁ。まあできれば、まあ次何かオファーがあればというふうにお待ちしてます。はい、はい、いろいろ教えてください。え？そんなことはないです。ギョイ。